桜マスジギングに挑戦する今回のラインナップは、本命に匹敵する嬉しい魚や食べて絶品今が旬の魚も登場します。トラウトルアーフィッシングにかける、お付き合いください。おはようございます。本日は桜マスジギングにやってまいりました。いい天気でございます。外の気温はマイナス17度で、また海の上はまた一段と寒いというような状況になっておりますけど、ということで今回は北海道十勝沖でこちらサクラマスを狙います。サクラマスはヤマメの公海魚、強烈なファイトが魅力ですが食べても絶品。一度凍らせてから刺身のようにして食べるルイベや塩焼きなどもおすすめです。画面の奥では釣りの先輩たちがバケという色付きの重りに毛針などを組み合わせた日本古来のルアーを操り、サクラマスを狙います。6時45分実釣開始。最初はピンク系 150g のジグを投入します。今回近くに他のお客さんがいるので静かに釣りを行います。水深は100m、最初は水深40m付近を探ります。ジグをスローに動かしてボール中のバイトを誘います。落ちていくラインがピタッと止まれば当たりです。その当たりがどのようなものなのか、例えばこんな感じです。ラインの動きに注目です。リプレイでもう一度。ラインがたるんだまま動かなくなるのがわかるでしょうか。こんな当たりを待ちます。本命のサクラマスに向けジグにアクションを加えます。すると早速誘い上げるのと同時にヒット。魚の引きはそれほど強くないようですが、釣り上がる魚は一体何なんでしょうか。魚影が見えてきました。やっぱりね。本日1匹目はスケソウダラ。サクラマスを狙うとよく遊んでくれるお魚です。次はサクラマスを狙いましょう。船をポイントに入れ直してすぐ船長から不安なつぶやきが。いいよ、これたまにだけど、そこから何十くらいまでこれポンタラとスケソウと混ざったようなやつが出るけど、今日スケソウの反応も薄いね。普段たくさん釣れるスケソウダラの反応すら薄いという船長、不安な空気が船内に漂います。船長の言葉通り朝のプライムタイムだというのに魚からの反応はありません。この間日曜日の日は90からそこら辺にふわっとポンタラの反応ってそこらへんやってたんだけど、今日本当に何も出てこねえわ上から下まで。それでも根気よく誘っているとようやく。
ヒットです。来ました。魚が見えてきました。この魚はがっつり食っております。そうでございます。すげえ、そうでございます。その後、サクラマスを探してポイント移動を繰り返しますが、どこも不発。午前9時半を回り、ここで気分を変えて根魚を狙ってみることに。ジグはシルバーゼブラ 180g にチェンジ。水深は 100m、根がかりを防ぐため95メートルまで落として誘います。今これ薄いけど、そこから90メーターくらいまではふわーっと出てきてるから、その上に出てきたら大鳥だとか柳の、可能性もあるんだけど、そこもの狙うんであれば85から90くらいまで下げないと、今のところは水力骨は水深90メートル付近を誘っていると、ヒットです。竿先を持っていく大きな引き、じわじわとドラグが出ます。この魚の正体は、見えてきました。なんと青ゾイです。でかい。それもなかなかのサイズ。青。タモ貸して。ありがとうございます。よいしょ。わあ、やりました、やりました。青ゾイ60センチ 2.6 キロの青ゾイを見事キャッチ。青ゾイは体長50センチ以上にもなるメバルの仲間。秋から春にかけて旬のお魚です。コリッコリのお刺身やジューシーな身は絶品です。非常にビューティーなお魚さんです。青ゾイのいい感触のまま次の根魚を狙います。ジグを投入して間もなく反応が。ヒットです。食いました。何でしょうか。ヒットでございます。青ゾイのような引きはなく、少し小ぶりのようです。多分竿のしなりから透けそうとの声もありますが、この魚の正体は。お、結構引きますよ、引きますよ、引きますよ。なんでしょう。あ、柳の舞。正体は柳の舞。いいですね、柳の舞。柳の舞は嬉しいゲスト。冬が旬のお魚です。冬の柳の舞は焼いてもよし、刺身もよし。癖がなく、口いっぱいに旨味が広がります。キングもバッチリですね。
い魚でございます。いやグッドサイズ。サクラマスの反応がないまま12時を回り、終了時刻が迫ります。ここで再び本命のサクラマスに挑みます。今この辺からそこはゴツゴツして、そこべったりして引っかかるからね。なんぼかこれ5メーター、そこから5メーターぐらいは反応立つんだけど。一度ジグをそこに落としてからすぐに巻き上げて誘います。もう一度ジグをそこに落として反応があるというそこから5メートルラインを探ります。すると魚からの反応が。魚が食ってきましたがフッキングできず、すぐに同じ棚に落とし直します。食ったのにね、食ったのにね、止まってたのにね。ラインが止まってフッキング。何かわからないけど。リプレイでもう一度。落ちていくラインが止まってフッキング。やっと来た。ラインが止まりました。ようやく欲しい当たりが。念願のサクラマスに期待が高まります。最初から見れば3メーターぐらい手の上、長いところ引っかかるから、あんまりそこの生えてる引っかかるから。いいね、いいね。よーし。おー、なかなか引くね。おー、よし、よし、よし、もうちょっと。よし、よし、よし、よし。おお、引く。ああ、でかいの来た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 。でかい。タラタラタラ。タラでかい。釣り上がってきたのはタラ。よいしょ、ありがとうございます。いや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 。さあ、なおでかいじゃないね、これ。逃げる。GT と呼ばれるジャイアントタラには届きませんが、80センチ、2.5 キロのマダラをゲット。この時期のカンダラは絶品なんです。火を通しても硬くならず、ホクホクとした身と魚の出汁が溶け込んだタラ汁はおすすめです。その後も残念ながらサクラマスは姿を見せず、終了の時刻となりました。やめろ、あげる、あげて、やめろ。そんなもん何倍してもダメだ。ということで今回の釣果、築
ケソウダラ、クロゾイ、ヤナギノマイ、マダラ。残念ながらサクラマスには出会えませんでした。次回、凍った湖でサクラマスリベンジ。一体どういうことなのか。次回のトラウトルアーフィッシングにかけるもぜひご覧ください。ということで、ご覧いただきありがとうございました。これからもいろんなトラウト、いろんな釣りに挑戦していきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。